奈良市の県立図書情報館では企画展今昔写真ウェブで見る奈良150年が開かれています。これは図書情報館の IT 機器の取り扱いなどを来館者に教えるボランティアグループ IT サポーターズが企画したものです。一般の人などから提供された明治から現代までの写真105点で奈良の近代化と文化の発展をひも解きます。これは明治時代の吉野地方、木材はいかだを組んで川を使って搬出されました。明治42年には海外の人を呼ぶインバウンド対策として奈良ホテルが開業しました。そして大正11年、荒れ地だった平城宮跡が国の史跡に指定され文化財保存の機運が高まりました。また昭和4年に開園した生駒山上遊園地の飛行塔や太平洋戦争が始まった昭和15年当時の防空演習や防空壕を掘る様子などを捉えた貴重な写真も展示されています。この企画展は今月29日まで開かれています。